口口誠誠君、はい、国民でございますす今日はよろししくお願いしますまず最初あの先ほど、斉藤委員の方からもありましたけれども、この BCP のですね策定を上げていくためには、まあ、今、中小企業の皆さんの直近の策定率、約17%だというお話あって、やっぱり明確な目標をです、ね、作ったらどうかと、まあ、大臣からは進捗状況を見ながら、今はなかなか全体で,です、ね、政府として目標は。 設定は難しいというご答弁ありましたけれども、私は逆にです、ね、その中小企業の皆さんに意識を持ってもらうためにも、集中キャンペーンみたいなのをです、ね、政府がしっかり旗を振ってやっていく必要があるんじゃないかなと、私もあの民間企業にいるときに、物流部門の、ね、BCP を策定するようなあ部門も担当してたんで、やっぱそのときには、まあ、上からですね、上から役員から、いつまでに物流部門で BCP 作るんだと、まあ、大きなです、ね、やっぱ大方針があって、 それに向かってみんなでじゃあどうしよう、こうしようというですねそういう議論をしてきたというですね経験もありますのでやはり中小企業の皆さんに今17%ですからまだまだですねこれからしっかりとですねこの取り組みを広げていかないといけないそのためにはですねやっぱしっかりこう目標を立ててそして意識をですね変えていくための旗振りをやっぱ政府にはやっていただく必要があるんじゃないかそのためにも明確にいつまでにここまでいくんだという。 世耕大臣が得意のです、ね、もう発信をやっていただく必要があるんじゃないかなと思いますけど、その点、どうですか世耕大臣。あのまずはです、ね、これ、初めての法案ということになりますので、まずあの私も本当に旗振りをしっかりやりたいと思ってるんです、あのこの間の週末、広島で開きました地域未来県営企業サミットでも、あえてあの広島で被災をされたです、ね、大手サプライチェーンの下請けをやっておられる2社の方に、 登壇をしてていいただいてです、ねえー、例えばそのサプライチェーンの発注元の親事業者のサポートがいかに重要だったかとかです、ね、保険に入っていることがいかに、えー、大切で入ってたところと入ってなかったところで、まあ、こんなに違うというようなことをちょっとこう。あの 地域で輝いている企業の皆さんにしっかりアピールをするとかですね。まあ今いろいろ取り組ましていただいてます。ただ一方で何かちょっと今一律の目標を作ってっていうよりはですね、まず中小企業がこう取り組み気持ちになるあのそういうところからまず始めていきたいというふうに思いますしそれがある程度定着してくる中でですね、もう一段決め手の何かを打った方がいい。まあ,あの特別あの即時消却やったらどうかとかそういうあのご議論もまあ今いただいてるわけでありますが、そういった ことはですね少し PDCA を回していく中で考えていきたいというふうに思ってい、いずれにしても今回、この法律を出すということは、われわれ中小企業の、えー、強靭化ということに、あの政府として極めて重要な課題で考えているということを、まあ、メッセージとして発信することになるんではないかと思っています浜口誠君。はい、ぜひあの、まあ、法改正するというのは一つのメッセージだと思いますけれども、やはり広くです、ね、中小企業の皆さん、日本にも本当たくさん、 中小企業の皆さん、小規模事業者の皆さん、おられますので、そういった皆さんに意識してもらう、認知してもらうと、周知徹底していくということでは、ですねいろんな工夫が必要ではないかなというふうに思っておりますので、まあ、今、大臣言われたように、まずはという、ですねそのステップ感というのも、私は必要だというふうに思いますけれども、どこかのタイミングでは、ですねしっかりとした次の一手をですねぜひ考えていただきたいなと、こんなふうに思っております。 で今回です、ね、あの中小企業と景況化法第49条の中に、この事業継続力強化計画の作成指針を作りますということが明記されています、この作成指針は具体的にじゃあ、どんな内容がです、ね、書き込まれる予定なのか、でこの指針の策定にあたって、どういう議論がです、ね、どの場所で行われて、いつ公表される予定なのか、現時点で計画があれば教えてください。施工大臣。 あのこの事業継続力強化計画策定、作成指針というのはですね、 あの今回の法律に基づいて中小企業がまあ、災害に直面したときにですねえ事業継続を可能とする計画をまあ、策定するにあたってまあ、参考となるような形で、えー、防災減災対策の取り組みなどをまあ、示すものでありますあの我々もだいぶあのまああんまり嬉しい話ではないですけどもいろんな知見が溜まってきてるわけでありますあのうまく災害を乗り切れた企業あるいはこういう準備をしとけばもっと楽だった というようなこともだいぶわれわれ経験を積んできておりますので、そういったことに基づきながらです、ね、例えばえ自然災害が発生したときに、従業員の安否確認のやり方ですとか、あるいは被害状況の把握方法といった、まず初動の手順、どうしたらいいかとかですね、あるいはあの浸水が想定されるような区域ではです、ね、先ほどもちょっとお花屋さんの例を話しましたけれども、えー、自家発電設備を高いところに最初から、えー、置いておけばです、ね 1>, 1メートルぐらいの水害が来ても大丈夫だということで、そういったような防災減災設備の導入にあたっての留意点ですとか、あるいは計画に基づいて定期的な訓練を行う必要性、従業員向けの研修といったですね、あの作った計画をしっかり実効性を持たせるための具体的な方法、こういったことを示したいというふうに思っております。で今後です、ね、この防災等の専門家ですとか あるいはこれ、内閣防災をはじめとして、関係省庁もいろいろありますので、そういったところの意見を聞くとともにです、ね、しっかりパブコメも取らせてもらった上えで,です、ね、法律の施行に合わせて、できるだけ速やかに公表してまいりたいというふうに思っております浜口誠君。はい、ぜひ、作成指針ですから、まあ、今後です、ね、中小企業の皆さん、小規模事業者の皆さんが、BCP、作るにあたって、やっぱり参考にされる一つの道しるべ。 手引きになると思いますので、まあ、しっかりとした内容をですね。その中には織り込んでいただいてで、幅広い専門家の知見もですね。活かしていただいてですね。作成をしていただきたいなと思っております。で、そんな中でですね。中小企業の皆さん、あるいは小規模事業者の皆さん、やっぱりあの人的資源も限られてますし、あの bcp を作っていくにあたってはですね。ましっかりとした。 支援が必要だと思いますで人的支援ということで,です、ね、私、大事なのは3つあると思っていて、1つはやはり経営トップの皆さんがですね、意識改革していただいて、この BCP はやっぱり大事なんだと、これをしっかり我が社で作っていこうと、まあ、このリーダーシップをです、ね、しっかり発揮していただくという点が1点あると思います。まあ、2点目はです、ね、限られた人的資源しかない中で中で小小企業、業規模事業者の方に BCP を作成していただくにあたってはです、ね、やっぱりハンズオン支援、伴走支援、本当、きめ細かなです、ね、支援人材の方からです、ね、現地現物でバックアップしていただく、こういったところもです、ね、ちゃんと手当てしていく必要があると思います、あと3点目は先ほど大臣からもありましたけれども、従業員の皆さんへの教育だとか、あるいは実際にです、ね、訓練を通じて、当事者意識を持っていただくことと、 それと合わせて、その計画自体のですね普段の見直し、これを図っていく、こういったことが非常に重要ではないかなというふうに思ってます、まあ、こういった点を踏まえてです、ね、人的支援のです、ね、この観点から政府として、まあ、どのようなです、ね、バックアップを今後です、ね、中小企業、小規模事業者の皆さんに行っていく予定をしているのか、その内容についてお伺いしたいと思います。 あのまさにですね中小企業がこれから防災・減災対策を進めていく上での考え方、も委員のおっしゃるとおりだというふうに思います。あのまず1つは、取り組みについて、決定権を持つ経営者と、そして現場で実際に対応する従業員、これ、両方がですねやはりこの防災・減災対策の必要性を認識していなければいけませんし、もう1点は、やはり実際で取り組む上えで必要となる、この専門的な知見というものが必要だ ということ。そしてあの三点目はえ常にこう見直しを行っていく。1回決めても何年も終わりではなく、あのそのままっていうわけではなくて、あの常に普段に見直しを行っていくということが重要だというふうに思っています。で、そういった取り組みをですね、経産省として支援するためにまずあの中小企業と接する機会の多いえまず発注元の大企業ですとか。 あるいは商工団体金融機、金融機関、自治体といったところと連携をして、全国9か所のシンポジウムや、47都道府県でのセミナーの開催、あるいは制度の概要を記した ポスター、チラシ、ウェブといったものの配布ですとか、あるいはそういった多面的な広報活動を行うことで,で、経営者と従業員のこの双方の意識を高めていきたいと思っています。そして2点目、専門的知見に関しては、経営指導員など地域の中小企業を支える専門家への研修会を実施を行って、支援人材の育成を進めます。そして企業業防災や事業継続に 関する専門家の直接訪問などによって、この b c 事業継続力強化計画の策定を、まさにハンズオン、寄り添い型で支援をして、現場に寄り添ったきめ細やかな支援を行っていきたいと思っています、そしてさらに定期的な計画の見直し、訓練といった、これがまさに計画の実効性確保。 の上でで非常に必要です、ね、こういったものが最初から計画に盛り込まれているということを、ですね計画認定の要件にしたいというふうに考えておりまして、こうした仕組みによって、対策の不断の見直しというのもですねビルトインしていきたいというふうに思っているところであります。濱口誠君 はい、大臣ありがとうございましたあの非常に重要な観点をです、ね、今、ご答弁いただいたというふうに思っておりますので、まあ、その今日いただいたご答弁が、ですね経営者の皆さんが同じ意識に本当、立てるかどうかというのは、これから非常に重要ではないかなというふうに思っておりますので、まあ、いろんな場を通じて、ですね今、大臣がご答弁された内容を、ですね経営者の皆さんが一人一人真正面から受け止めて、それを実践していくというのを、ですねぜひ後押ししていただきたいなと、こんなふうに思います。 で少し細かな話になるんですけれども、今回の法律のです、ね、第50条に、事業継続力強化計画にまあ織り込むべき項目というのがまあ列記されています、でその中の一つにです、ね、まあ、その他、経済産業省令で定める事項というです、ねえー、部分があるんですけれども、じゃあ、具体的にこれ、どういう内容がです、ね、この経済産業省令で定める事項に入ってくるのか、その内容について、現時点で、 もうなんかこういうのがイメージしておられるんであれば、教えていただきたいと思います。木村部長 お答え申し上げますあのお尋ねございました、第50条第2項第2号のとに規定いたします、その他、経済産業省令で定める事項といたしましては、事業継続力強化計画の策定に先立ちまして、一般社団法人、レジリエンスジャパン推進協議会から、レジリエンス認証を取得するなど、あ何らかの形で事業継続に係る計画、BCP を策定、運用している中小 企業の方につきましてその旨を記載していただき事後の認定審査事務を迅速かつ効率的に進めるということを検討しているところでございますまたあの関係法令遵守の観点から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律あるいはその下請け代金支払い遅延等防止等に抵触しないことを確認していただきました上でその旨を記載していただくということも併せて検討しているところでございますで、これらの抹用につきまして では本案、法案成立後、できるだけ速やかに経済産業省令において、明確にお示ししたいと、このように考えてございます、以上でございます浜口誠君、はい。分かりました、ありがとうございます。で同じ第50条の3に、今度、あの計画の認定に対するです、ね、規定が書かれております、でここではです、ね、基本、まあ、方針等に照らして、経済産業大臣が、まあ、あの適切と。 認めた場合については認定するということになっていますけれども、じゃあ、その判断基準ですね、これ、いろんな判断基準がばらつくとです、ね、やはり問題かなというふうに思ってますので、この認定にあたっての判断基準をどう担保していくのか、その幅が出ないようにです、ね、きっちりと毎回、正しくです、ね、判断していくための判断基準への対応ということで、ご説明いただきたいと思います。木村部長 お答え申し上げますあの経済産業大臣によります事業継続力強化計画の認定につきましては、計画の内容が法律に基づく基本方針に照らしまして、適切かどうかを審査し、認定の可否を判断するということといたしております。<laughs> 認定の判断基準につきましては、告示でございます基本方針において、中小企業の方々にも分かりやすい形でお示したいと考えてございます。でこの告示につきましては、本法案を含む一連の政策対応につきまして、ご審議をいただきました、中小企業 政策審議会でございますとかあるいはあの外部有識者の方などのご意見に加えましてパブリックコメントの手続きを通じて寄せられます中小企業を含めた幅広い国民の皆様のご意見を踏まえて策定をしたいと考えてございますで、なおあの認定審査事務は各地に所在いたします中小企業診断士等の専門家の支援を得て地方経済産業局が行うことを 検討しているところでございますが地域によって審査判断にばらつきが生ずることのないように今後審査関係者向けのマニュアルの整備をいたしますとかあるいはその審査事務に関する研修会の開催等の取り組みを行うということも検討してまいりたいと考えてございます以上でございます浜口誠君はい、ありがとうございますぜひそのばらつきが出ないようにですね先ほどマニュアルの整備あるいは研修会等であってまあ、基準をしっかり合わしていくということですのでまあ、その対応もですね ぜひしっかりと経産省が中心となってです、ね、行っていただきたいというふうに思います続きまして、60条ですね、第60条には、まあ、今回の事業継続力強化計画に、まあ、協力すべきいろんな組織がですね、えー、記載されてます、まあ、国ですとか、地方公共団体ですとか、政府関係金融機関ですとか、商工会とかですね、まあ、いろいろ記載されてますけれども、まあ、国とかですね、 地方公共団体については、まあ、努力義務ではなくて、もう義務化するぐらいのです、ね、積極的な関わり合いをです、ねえー、法律上も規定していく必要がです、ね、今回の取り組みの場合、あるんじゃないかなと、まあ、でも、まあ、今回の法律のです、ね、中身を見ると、国も地方公共団体も、まあ、努力義務というところにとどまっておりますけれども、まあ、今回、そこの努力義務にとどまっている理由をです、ね、お聞かせいただきたいと思います。安藤長官 お答え申し上げますあの先ほど来から出ております中小企業の強靭化研究会におきまして、国、あるいは地方公共団体にいわばあこういった対策をです、ね、中小企業の方が進めていくにあたって、期待をされる機能というものをです、ね、いろいろとご意見をいただきました、国におきましては先行事例の収集、あるいはそういったものの横展開を大いにやっていただきたい、あるいはあの災害対応力強化に必要な情報提供と。 こういったような取り組みが求められました。また地方公共団体におきましては、普及啓発セミナーの開催、あるいは支援、えー、人材の育成といった、より現場に近いところにおきます、えー、PR 効果といいましょうか、そういったもの,のが期待をされたところでございます。あのこういったことを実質あの進めていくために、えー、私どもといたしましては、必要な予算措置を講じたり、えー、あるいは普及啓発、人材の育成等の取り組みを行ってまいりたいと思っております。他方であの まあこれは委員ご指摘の、あのご案内のとおり、中小企業基本法の3条というのはございまして、中小企業の防災・減災も含めまして、中小企業政策の一般論、えー、総論としての考え方が示された条文がございます。中小企業の自主的な努力が助長されるよう講ずることは基本であるという、こういった基本理念が、基本法で謳われているところでございます。また、基本法におきましては、地方公共団体に対しましては、 国との適切な役割分担を踏まえて、えー、地方公共団体の区域の自然的、経済的、社会的諸条件に応じた施策を策定し、および実施をすると,ということが求められているところでございます。まあ、のご案内のとおおりあの、こうししした趣旨を踏まえままえて、て本法案におきましては、 国や地方公共団体、今、先ほどの研究会の成果も踏まえた、ですね具体的な機能については大いにやっていただ、私どもとしてやりますし、また地方公共団体にお勧めをいたしますけれども、まあ、あの違反行為に対する制裁措置という意味におきます、厳密な義務ということよりも、むしろ自発的に、ま,あ、ま,さ,まさに内発的に、ですねあのそういった中小企業の皆様方へのご支援を行っていただくということの、 気持ちも込めましてて訓示規定とといいうことにさせていただ、いいたたわけでございますただこれにおきましても、その責任のあり方というものははっきりと規定をされますし、政策の大きな方向性ということについてはあ、はっきりと示させていただいているというふうに考えさせていただいております浜口誠君。はい分かりましたで続きまして、ですねあの事業継続力強化計画に、まあ、あのサポートする組織として、まあ、親事業者もですね、 一つのサポート組織として今回、法律の中にもうたわれておりますが、まあ、先ほども少し議論ありましたけれども、まあ、サプライチェーンのです、ね、強靭化、これは中小企業、小規模事業者の皆さんも含めたです、ね、サプライチェーンの強靭化化というのは非常に重要と、でその中で、まあ、親事業者に対する期待値、こういうことを親事業者にやってほしいんだという期待値があると思うんですけれども、まあ、具体的にです、ね、親事業者に対する期待値として、どういうものを考えておられるのかと。 いう点をですねお伺いしたいと思います世耕大臣 やはりあの発注元のこれ大企業にとってもですね、被災け中小企業が被災をするとですね、やはりサプライチェーンが寸断をされて、まあ、自身の生産にも、えー、甚大な影響が出てくるということになっているわけでありまして、やはりこの発注元の大企業が取引先中小企業のま災害への備えをですね、自らのこととして進めていくということがあの極めて重要だというふうに思っています。で具体的にどういうことが考えられるか、まあ、これまでのいろんな優れた事例などを 踏まえてみますとです、ね、やはり、えー、まず一つは、親事業者と中小企業が連携をしてです、ね、防災・減災対策に関する情報提供ですとか、セミナーなどの普及啓発、あるいはその下請けの中小企業の一社一社のこの BCP を策定する上での支援というようなことが考えられます、あるいはですね、えー、複数項目からなっているこのチェックリストのようなものを作成して、えー ちゃんと取り組みができているかどうかをですね、こう大企業が中心になりながら、大企業のノウハウでチェックリストみたいなものを作って、それを中小企業チェックするだけで自分の事前防災がうまくできているかどうかを確認することができるというような協力もあろうかと思います。あるいはですね、これはあのトヨタもそうだと思いますけれども、いわゆる下請け、まあ、あの協力企業会みたいなのがあるわけでありますけれども、そういった協力企業会をプラットフォームにしてですね、 他県の同業者との間で,です、ね、万が一自分のところが被災した場合は代替生産を行ってもらう、しかも同じこの協力会のメンバーとしての,この信頼関係の中で,です、ね、災害が終わったらその仕事をまた返してもらうと。 いうようなことがですね、えー、一つあり得るあるいはこう人材派遣ですねのあの事前協定を、えー、結んでおくというようなこともあり得るんではないかというふうに、えー、思っております。あのこうした取り組みを親事業者にしっかり促すためにですね、えー、今回の改正法案では、えー、親事業者をはじめとするまあ関係者に期待される取り組みをですね基本方針に位置づけて、えー、協力を促したいと思いますし親事業者と一体となった計画策定も、えー、可能といたしました。 親事業者と取引先中小企業が一緒になって BCP を作っていただくということも、えー、措置をさせて、えー、いただきました、そしてこれからです、ね、経産省のほうから、えー、経団連ですとか、あるいは業界団体といったところを通じてです、ね、親事業者発注元の大企業へ、えー、しっかり働きかけるというようなこともやっていきたいというふうに思っております。 口誠君、はい、ありがとうございますあの参考人質疑の中でもです、ね、参考人の方から、まさに親事業者と一体となってです、ね、まあ、取り組んできた結果です、ね、まあ、非常にスムーズなです、ね、災害復旧に向けた対応がです、ね、あるいは代替生産も非常にそういうです、ね、スキームがなければ難しかったんだけれども、速やかに代替、ね、生産をやっていただいて、バックアップしてです、ね、サプライチェーンに大きな影響を与えることなくですね。 え復旧、復興につなげることができたと、まあ、こんなお話ありましたので、非常にです、ね、サプライチェーンを守るという意味でも、親事業者の役割、非常に重要かなというふうに思っておりますので、ぜひ経済連等を通じてです、ね、しっかりとした対応をです、ね、親事業者の方にも求めていただきたいなと、こんなふうに思います。でそのののの一方で親事業業業者が中、ね、中小小企企皆皆さん中小のです、ね、下請ににあまりにもです、ね しっかりやってくれということが、結果として、ですね、まあ、行き過ぎた要望であったり、一方的な押し付けということに、ですね、これ、なってはいけないなというふうに思ってます、まあ、そういった意味でも下請け G メンとか、いろんなです、ね、ツールを使いながら、いろんなルートでですね、そういった行き過ぎた対応にならないように、まあ、きめ細かくですね、中小企業の皆さんの状況というのを把握していただく必要があるかなと。 いうふうに思っておりますけれども、そうした行き過ぎをです、ね、防いでいくという観点から、政府としてどのような対応をです、ね、考えておられるのか、その点を伺いたいと思います。世耕大臣 あの事前の防災対策というのは非常に重要なんですが、一方で、その親事業者の働きかけがです、ね、いわゆる下請け中小企業にとって過度な負担になったり、あるいは一方的な押しつけになるようなことがあってはいけない、対策を打つんなら、お互い役割なり、コストを分担し合いながらです、ね、やらなければいけないというふうに思っています。でそうういいったたのの一方的なな押しつけとととかかか過度な負担ということを防ぐためにもです、ね、日頃らら下請中小企業からの、まあ 相談に乗るなど十分なコミュニケーションが重要だと思っています。で、あの昨年12月にはですね、下請中小企業振興法の振興基準を改定をしました。 でその中にです、ね、災害に伴いサプライチェーンが寸断されることがないよう、親事業者と下請け中小企業が連携して、BCP の策定や事業継続マネジメントの実施に努める旨を明記をしましたが、それと同時にです、ね、今回の法案でも、基本方針で、親事業者は下請け中小企業に対して、過度な負担を一方的に押し付けないよう、配慮する規定を検討しているところであります。でそれに加えて 下請け G メからのヒアリングなども通じてです、ねえー、実態の把握をしていきたいと思います。で仮に、えー、下請け中小企業に過大な負担を求めているというような場合には、下請け法に基づいて、まあ、厳正に、えー、対応するなどです、ねえー、下請け中小企業がこの事前防災・減災で、しわ寄せを受けるというようなことがないよう、万全を期したいと思っております。濱口誠君、まあ、ぜひあのー 今ご答弁あったですね対応も含めてしっかりとした経産省としてのですね対応をお願いしたいなというふうに思いますでもう一方でですねその事業継続力強化計画を作っていくにあたってはやっぱ保険への加入とかですねもいわゆるリスクファイナンスと呼ばれる部分も非常な重要なですね要素の一つかなというふうに感じておりますただ中小企業の皆さんにですね。 このリスクファイナンスの重要性というのを、まあ、しっかりこう認識していただくようなです、ね、取り組みもこれ、重要になってくるというふうに思ってますし、このリスクファイナンス、やっぱり保険に入らないといけないなとこう思っていただけるようなです、ね、インセンティブ的なものもです、ね、これ、検討していく必要があるんではないかなというふうに思っておりますので、このリスクファイナンスという観点で,です、ね、政府として今後、どのようなです、ね、取り組みをされていこうと考えているのか、この点をお伺いしたいと思います。安藤長官 お答え申し上げます昨年の自然災害におきましても、先ほど来、大臣からご答弁申し上げておりますが、現実に工場の浸水により生産設備が被災した場合に、損害保険にきっちり入っていればよかったと、こういったお声をです、ね、現実に多く耳にさせていただきました。ご指摘のとおり、自然災害に備えたリスクファイナンス対策は大変重要であると、このように認識をしております。 改正法案におきましては、事業継続力強化計画において、想定される自然災害に対するリスクの把握、また具体的なリスクファイナンス対策の検討というものを認定要件の一つとさせていただいております。あの保険加入を要件としますと、あのハードルがちょっと高くなるものですから、リスクの把握と、それとリスクファイナンスそのものについての検討というものは、不可欠であろうと考えております。 えー、特にあの現実にリスクファイナンスの推進を進めていくにあたりましては、えー、金融機関、損害保険会社、商工団体、こういったその関係者からの働きかけが大変重要であろうと、このように思っております。したがいましてあの、えー、基本方針の中に、えー、こういった金融機関、ご関係者の皆様方の普及、えー、啓発、 あるいは金融庁をはじめとした関係省庁との連携をですねあの、はっきりと規定をさせていただきたいと思っております。えー、先ほどから出ております、全国各地で開催されるシンポジウムに合わせまして、損害保険会社と連携をいたしまして、リスクファイナンス対策の個別の相談会、これを開催をす,るするほか、損害保険会社の、これはあの各社の,あの経営判断あ、自主的な経営判断に基づいてでございますけれども、計画認定制度と連携をしていただいて、 防災・減災対策を踏まえたリスク低減に応じた、いわば保険料の適切な設定と、こういったことについてご検討いただいておるところでございます。私どもの,あの強靭化研究会にも、損害保険協会の皆様方もお入りをいただいて、えー、しっかりとあのご検討を賜っているということでございます。私どもあの官民一体となった取り組みを通じて、リスクファイナンスの対策を推進してまいりたいと、このように思っております浜口誠君、はい。 まあ、ぜひリスクファイナンスへの対応もです、ね、いろんなやっぱアプローチが必要だと思いますけれども、やっぱり備えあれば憂いなしで、しっかりとです、ね、そういった面も各企業で,です、ね、やっていただいてれば、速やかなです、ね、復旧、復興につながるというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。で先ほどもです、ね、少し議論があったんですけれども、このインセンティブですよね、インセンティブ。やっぱりインセンティブないと、やっぱ中小企業の皆さん、小規模事業者の方もです、ね、BCP、えー、策定しようかと。 いいう気ににですね動機づけにやっぱりつながらないと、まあ、先ほどのご答弁では、ですね追加的な措置、もう即時消却だとか、あるいは税額控除、まあ、これについては、まあ、状況をですね、えー、見極めながらというようなですねお話ございましたけれども、じゃあ、どれぐらいの状況をですね見極めるんですかと、1年なんですか、3年なんですかと、なんかその辺もですね経産省さんの中で、やっぱり見極めるにしても、これぐらいのスパンで、しっかりですね、次の。 対策はどうしていくのかというのをです、ね、検討すべきだと、まあ、そういう計画もです、ね、一方で持っていただく必要があると思うんですけれども、現時点でその追加的なインセンティブ、さっきすぐにはできないというのは理解しましたけれども、今後、じゃあどれぐらいのです、ねえー、スケジュール間で次の追加的な措置をやっていくのか、その辺の検討状況、どうなってますか。世耕大臣思ああ思いいいいはは一緒ななんですけど、ね、私ももっとボンとときたいないう思いは やっぱりこれちょっといろいろ税制上の措置となるとです、ね、いろいろと相談をしなければいけないところもあります、でしかもあの今回20、20%の特別償却というのはです、ね、防災・減災設備に対する特別償却率としては、これ、過去最高水準ということになりますので、まあ、そういう意味ではかなり踏み込んだ政策ではあるわけであります、で即時償却とか、この税額控除という議論になりますと、これはなかなか、まずはですから、あの ちょっと期限はなかなか私の方では申し上げにくい、やっぱりここでしっかり実績を積んで、やはり税制上のインセンティブをやれば、これだけ済むじゃないかという実績を見せた上で、さらに深掘りをして、もう一気に全国の中小企業を全部カバーするぐらいでいくぞっていう議論の中でですね、できれば、こういったこと、 即時消却といったですね議論をしっかりとやっていきたいというふうに思っています。あのまず、えー、この税制措置の活用状況だけじゃなくてですねこれを例えば 活用しないで導入している人と、活用して導入している人の,この違いとかですね、そういったこともしっかり分析をしながらやっていきたいというふうに思っていますし、えー、一応、この税制の適用期間というのは2020年度ですから、えー、2年間ということになりますので、この2年間だということをしっかり踏まえながら、まあ、中小企業の防災・減災対策の進捗状況、またあの団体からのヒアリング、現場の状況のウォッチといったことを踏まえて、えー、判断。 をしていいきたい追加の措置の判断をしていきたいというふうに思っています浜口誠君、はいあの。一つの目安は2年間だということだと思いますので、あのその間にです、ね、いろんな分析、実態把握、これをです、ね、やっていただいて、次なる一手、必要なのか、必要だとすればどこまでやるのかというのもです、ね、ぜひご検討いただきたいなというふうに思っております。で続きましてです、ね、この前です、ね、参考人質疑の中で、いろんな災害が発生したときのですね、 あの商工会の方からのご指摘であったんですが、まあ、先ほど宮本先生のお話にも通ずるところがあるかもしれませんけれども、要はいろんなです、ね、情報収集のやり方、項目も含めてです、ね、地方で集めるのと国から要請されるのがちょっと項目が違ってて、あの円滑なです、ね、情報集約がなかなか難しいと、まあ、こんなご指摘もありました、でその時にはもう、国があーリーダーシップを取ってですね、 統一的なフォーマットを作る、あるいはマニュアルを統一化してです、ね、地方と国が同じ方向を向いてです、ね、必要なデータを集約していく、こういうことが大事じゃないかというご指摘がありましたけれども、その点に関して国としてのご見解があれば、今日の時点でお伺いしたいと思います。那須野部長。お答えします。ご指摘ののり、自然災害発生直後のの円滑化や、 対応ノウハウの共有化のために、災害発生後に必要となる取り組み、集約すべき情報、そのルート、を超えたことについては、一定の共通化を図っていくことが必要というふうに認識しております。このため、今回の法案では、商工会議所と市町村が連携して、事前事後の防災・減災に取り組む事業継続力強化支援計画、これを都道府県が認定する制度を創設しているわけですけれども、 この都道府県が認定業務を行うにあたって作成するガイドラインについて、国から標準となる雛形をお示しする予定でございます。その中で、災害時の情報収集、まあ、そのルート、そういったことについても、フォーマットをお示しして、各経済産業局で開催される都道府県への説明会などを通じて、都道府県、それから 商工会、商工会議所に対して、丁寧に説明を行ってまいりたいというふうに思っております浜口誠君。ぜひ、はい、その点はお願いをしておきたいというふうに思いますえ続いてです、ね、法律の第82条に、この事業継続力強化計画にです、ね、対する、まあ、77条に基づく計画のまあ報告をしない、あるいは虚偽の報告をしたときにはです、ね、30万円以下の罰金ということが明記されてますけれども。 この罰則というのは、まあ、どういった考え方で,です、ね、30万円以下の罰金というのが定められているのか、その理由だとか、位置づけについてお伺いしたいと思います。木村部長 お答え申し上げますこの罰則の規定でございますけれども、認定を受けた事業継続力強化計画等の実施状況につきましては、経済産業大臣から報告を求められた場合において、報告をしない、または虚偽の報告をした者に対し、30万円以下の罰金を科するというものでございます。計画認定を受けた中小企業に対する税制支援や金融支援は、国の予算に基づく措置でございますことから、公平性の観点から、計画の実施状況につきまして、 経済産業大臣がしっかりと把握することが必要であると、このように考えてございます。ご指摘の罰則は、その手段となります、中小企業の方からの報告の内容の確からしさを担保するものと、このように考えてございます。また、30万円以下という罰則金額でございますが、これは事業継続力強化計画が言いつけられます、中小企業と、 経営強化法における他の計画の実施状況に関する、えー、報告徴収義務違反に対する、えー、罰則金額と同額でございます、えー。他の中小企業立法におきましても、えー、計画の実施状況を報告しない、えー、または虚偽の報告した者に対する罰則金額はあ30万円以下であるということは一般的であると、えー、このように認識してございます。以上でございます口誠君はい委員長はい、分かりました いや続きまして、あの小規模事業者への対応ということで,です、ね、ちょっとお手元に付帯、えー、決議、えー、参議院のです、ね、2014年に議論した、このお参議院の経産委員会で,です、ね、議論した当時の法律と、今回の法改正はです、ね、結構、連携しているとか、つながっているなというふうに思っておりまして、今、お手元にです、ね、当時の2014年の6月19日のです、ね、小規模企業振興基本法とですね、 あと小規模事業者の支援法これのですね付帯決議当時のやつですけれどもあのお配りさせていただいておりますまあ、この時のですね付帯決議の内容が今5年経ってどう進んでいるのかっていうのをですね今日はあ確認をさせていただきたいというふうに思っておりますまず1点目がですねあの河川引いてあるところの部分ですけれどもまず1としまして小規模企業の振興基本計画この実効性をですね 中長期に担保するために、政府一体となって必要な予算、税制の措置の拡充に努めることと、これは具体的、この5年間でどのようなです、ね、対応を行ってきたのか、まずはお伺いしたいと思います世耕大臣。この小,小規模企業振興基本法というのは、これ、もう小規模事業者にとっては待望の 法律ででああったわけでありますあのそして、ここで付された付帯決議のことも踏まえて、すね我々はあの予算ですとか、いろんな措置の拡充を、まあ、ずっと不断に続けてきたわけでありますあの。具体的に申し上げますと、まず販路開拓支援のです、ね、小規模事業者持続化補助金、これを創設をいたしまして、6年間で700億円を措置をいたしました、計10万社を支援したことになります。そしてこれ利用いただいたただ小規模 事業者の96%がです、ね、売り上げが増加した、あるいは増加する見込みとアンケートに回答しておりまして、これは非常に着実な成果につながっていると思っています。また商工会・商工会議所が、ですね、えー、個社の経営権略戦略に踏み込んだ支援ができるよう、経営発達支援計画と。 いいうのをを制度を措置たたしましまこれまでに全国の8割強となる1839の商工会・商工会議所が、その認定を受けて、その計画に基づいて、小規模事業者をハンズオンで支援をしているところであります。で直近のところではです、ね、平成31年度税制改正において、個人事業者の集中的な事業承継を促すために、個人事業者の土地、建物等の承継にかかる贈与税相続 所得税の100%納税猶予制度もまあ創設をしてきたところであります。あの不対決議のご指示に沿ってですね、えー、制度措置の拡充は着実に進めてきたつもりでございます。 熊口誠君、はい、ありがとうございますやはり付帯決議は重要だと、この場でしっかりとです、ね、全員で確認してです、ね、付帯をつけることの大切さというのを改めてです、ね、今の大臣のです、ね、ご答弁聞いて感じましたけれども、で次にです、ね、この付帯決議の中に、PDCA、これ、しっかりです、ね、回していきましょうと、まあ、この小規模企業の振興、ね、基本計画、今年の春が5年をめどに見直すと。 もう見直されたのかどうか、ちょっと私、そこまではフォローアップしてないんですけれども、まあ、しっかり PDCA 回していきましょうということがここに書かれてますけれども、具体的にこれまでので、ね、PDCA の回し方、どのような形でここをです、ね、対応されてきているのか、お伺いしたいと思いま那須の部長。お答えします。平成26年10月に策定された小規模企業振興基本計画、これの PDCA サイクルについては、 まず、毎年度策定する小規模企業白書におきまして、講じた小規模企業施策、それから講じようとする小規模企業施策を取りまとめて、国会にご報告しております。その上で、講じた各種施策については、アンケート調査などをするなどして、それぞれの効果分析を行っておりまして、当該結果を公表しております。 このたび、基本計画策定後5年が計画したということでございますので、昨年5月から、中小企業政策審議会小規模企業基本政策小委員会を開催して、これまでの成果や新たな状況を踏まえて、小規模企業振興基本計画の見直しに向けた検討を現在、行っているところでございます。こうした取り組みを通じて、 小規模企業振興基本計画の PDCA サイクルをしっかり回してです、ね、計画の実効性を中長期的に担保してまいりたいと考えております浜口誠君。はい、ぜひあの、PDCA ですね、しっかり回していただくと、同時に5年ぶりのです、ね、基本計画の見直しということを、今、ご検討中だということですので、またしっかりとです、ね、まとまったら、国会にも説明していただきたいなというふうに思っております。続きましてです、ね、その 2の丸3のとこですね、このときにもですねいろんな施策あるけど、施策が分かりづらいと、あのやっぱりこういろんなメニューあっても、ですね食べていただかないとその味が分からないということだと思うんですよね、で今回もですねこの中にもいろんな施策をですね整理統合してで、積極的にですね小規模事業者の方に周知していく必要があるんじゃないかということが明記されてますけれども、この辺の取り組み状況についてお伺いしたいと思います。那須<上>部長 お答えしますより多くの中小企業、小規模事業者の皆様に、補助金などの各種施策を活用していただくためには、施策を分かりやすく、広く周知するということが必要と認識しております。そのため、例えば、施策名を利用者が一目で事業内容が分かるような名前、名称にするとともに、創業、事業承継、設備投資、IT 導入など、 施策の利用目的別に広報資料を分かりやすく整理するなど、これまで施策を利用したことがない事業者にもです、ね、ご利用いただけるよう工夫しております。また、平成30年度補正予算において、生産性革命推進補助金としてです、ね、ものづくりサービス商業補助金、IT 補助金、それから小規模事業者持続化補助金を一体として措置して、 同じチラシを作成して、周知するなど取り組みを進めております。その上で、支援施策全体をまとめたガイドブックを策定して、自治体や支援団体に配布するとともに、小規模事業者に身近な商工会・商工会議所の経営指導員が、小規模事業者に寄り添って、各施策を周知するということをしております。 加えて、中小企業支援ポータルサイトをございまして、これを運営して、メルマガによってです、ね、10万社以上への事業者へ情報を発信するなど、きめ細かな周知広報に努めております。こうした取り組みに加えまして、各種申請書の記載事項の簡素化、申請の電子化、 こういったことを進めておりまして、中小企業、小規模事業者の皆様がより創作を活用できるよう取り組んでいるところでございます浜口誠君。はい、いろんなです、ね、取り組み、やっていただいているというのは、先ほどのご答弁で認識しましたけれども、まあ、引き続きです、ね、あの利用される小規模事業者の皆さんのです、ね、意見だとか要望、これもです、ね、あのしっかり聞きながらです、ね、改善すべきところは改善してです、ね、お答えをいただきたいなと、こんなふうに思います。 続きましてですねもう一つあるのがこの四のですね河川引いた丸四のところですけども軽指導員のお話先ほども議論になりましたけれどもこの2人の時にもですね軽指導員の支出向上及び有意な人材の確保に必要な措置を講ずることと、まあ、この一文が入っておりますで、まあ、その軽指導員の数は最近減ってきているというのは先ほどのご答弁でですね理解しましたけれども、まあ、この前の 参考人質疑のときにです、ね、やっぱり小規模事業者のこと、一番分かっているのは、その地域の商工会、あるいは商工会議所の皆さんが、ですね本当に地域を足で歩いて経営者の方ともですねしっかりと粘着して、実効性ある支援をしていくには、やっぱり商工会等を通じたですね支援が一番大事なんだというお話を、ですね参考人の方からもお伺いしました。でその中でですね あの商工会の職員さんなんかをです、ね、一定の研修をやることによってです、ね、そういった経営指導に当たれるような、まあ、そんな仕組みもです、ね、新たに作ったらどうですかというようなご意見も私はいただいたんじゃないかなというふうに思いましたけれども、まあ、政府としてです、ね、その商工会の職員の方の、まあ、さらなるです、ねえー、地元企業への支援に向けた体制強化、この辺についてどのようなお考えがあるのかというのをお伺いしたいと思います。那須の部長 お答えします商工会、商工会議所の経営指導員の支援業務が多様化する中で、経営指導員の質、それから量の担保を通じた、小規模事業者の,支援,の支援体制の整備を図ることが重要であるというふうに認識しております。このため、47の都道府県において、経営指導能力の向上に向けた研修を実施しておりまして、 毎年1000人程度の経営指導員が受講してきてきおりま,すまた、平成29年度から、経営指導員のスーパーバイザーとして、中小企業診断士などを活用して、OJT 型で経営指導員の指導を行うなど、質の向上を図ってきております。 かたや小規模事業者数が減少していることもあって、経営指導員の人数につきましては、平成26年度以降も引き続き減少しておりまして、現在、全国に7500名ということでございます。このため、今回の法改正に合わせて、地方交付税措置について、商工会、商工会議所の活動を支える自治体の商工行政費、 の単費用を増額して、支援体制を整備できるような措置を講じるということにしております。こうした取り組みを通じて、地方自治体の協力も得ながら。適切な支出の向上、人員体制が構築されるよう、取り組んでまいりたいと考えております。浜口誠君。で、先ほどですね、あの、警視動員の。まあ、設置基準もですね、宮本先生の方から。どう考えているんだという話ございました。 いろいろ、もともとは中小企業庁が考え方を提示して、まあ、それがあまあ主体的には都道府県が決めるというかです、ねえー、示すことになってるんですけれども、そのままの中小企業庁のです、ね、設置施設が今でも使われてると、まあ、それが、あのー、お手元の資料のです、ね、2枚目にお配りしているやつなんですね、これが設置基準です、経営の、です、ね、経営指導員の設置基準と。 でまあ、政府としてこの基準をです、ね、もう都道府県に任せるんじゃなくて、まずは今、ね、いろいろ軽症医の方の役割が広がってきているというのは、先ほど来、えー、議論があるところですよね。 発達支援計画も作らないといけない、働き方改革もやらないといけない、まあ、軽減税率は私は反対ですけれども、そういったものに対するですね、いろんな周知もやっていかないといけない、本当、多岐にわたるですね、課題を、経視指導員の皆さんが担っていると、まあ、そういうですね、環境変化、業務の変化を踏まえたときに、この設置基準もやっぱりまずは、そもそも国が最初、ですね、作ったということであれば、国の方からですね、うん 都道府県に任せるんじゃなくて、やっぱりあるべき姿はこうじゃないですかというです、ね、その方針を示すというのも必要ではないかなというふうに感じてるんですけれども、その点、どうですかね、先ほどは、まあ、あの都道府県の方にですに、ね、働きがするけれども、あくまで主体は都道府県だというご答弁だったと、私は受け止めたんですけれども、そうじゃなくて、国が一歩踏み込む、今、タイミングに来てるんじゃないですかということに対して、ちょっとご答弁をお願いしたいと思います。世耕大臣 ご指摘のようにです、ねえー、例えば経営者の高齢化問題、人,人手不足の深刻化問題。 IT の進展、えー、といってです、ね、まあ、中小企業が抱える、まあ、経営課題が非常に多岐にわたっている中で,です、ね、商工会と商工会議所の、まあ、経営指導員による経営指導の内容も、まあ、多様化してきているわけで、そこへ今度、防災というものも入ってくるわけであります。あの一方で,です、ね、経営指導員の数は、まあ、減少傾向にあるわけでありまして、まあ、経営指導員自身の人手不足というのもです、ね、重要な課題になってきている。この点はよく認識をしております。 あの、今回の法改正に合わせてですね、地方交付税措置について、まあ、自治体の商工行政費の単位費用を見直しましたので、都道府県の商工行政費全体の基準財政需要額が増額されることになる見通しであります。 で今回の措置はですね、え今回導入する事業継続力強化支援事業だけではなくて、え小規模事業者を支援する経営発達支援事業も対象に含めておりまして、え都道府県ごとに定める経営指導員の配置人数の基準も、まあこれらの事業の規模に応じて見直すことがまあ可能ということになっています。こうした点をですね、え都道府県にしっかりとまあ情報提供をしていきたいというふうに思います。あの引き続き商工会商工会議所が 地域において期待される役割を果たせるよう、まあ、都道府県市町村との連携を通じて、えー、国もです、ね、しっかり考えながら、まあ、必要な、えー、体制の整備には取り組んでまいりたいというふうに思っております山<上>口誠君。今回のです、ね、質問するにあたって、中小企業庁の方ともです、ねえー、ヒアリングのときにお話をしたときに、その経営指導員のですね、 方が本当に必要になるのは、まあ、都市部はいろんなです、ね、資格を持った方がたくさんいて、そういう方にです、ね、いろいろこう支援していただくことも可能ですけれども、地方に行けば行くほどです、ね、もう軽指導員の方に頼るしかないと、まあ、こういうです、ねまあ、地域差も置かれている環境もかなりです、ね、違うということもあると思いますので、よりです、ね、その軽指導員の方に対する期待値というかです、ね、その人たちが、 俺たちの頼みの綱なんだと思われている地域についてはです、ね、やはりしっかりとした体制をです、ね、整えていくというのが非常に重要かなというふうに思っておりますので、地域ごとにです、ね、それぞれの実情は。 違うと思いますけれども、ぜひそういったです、ね、各地域の実情に耳を傾けていただいてです、ね、しっかりとした支援をです、ね、国と都道府県、あるいは市町村含めてです、ね、やっていただきたいなと、このように思っております。で続きましてです、ね、ちょっと1問飛ばさせていただいてあの、次の質問に移りますけれども、次が、ね、今回の小規模事業者のです、ね、事業継続力,力支援計画を立案するにあたっては、 商工会議所、あるいは商工会と市町村とのこの協力というのは非常に重要だというふうに思っております。でこの両者のです、ね、やっぱり連携を強化していくためにです、ね、どういった働きかけをです、ね、国としても行っていく予定なのか、この辺の連携強化に向けたです、ね、今後の対応についてお伺いしたいと思います。世耕大臣 地域の経済と雇用を支える小規模事業者の減災・防災に向けた取り組みは大変重要である一方で、特に小規模事業者は知見やノウハウが不足しているという実態があります。 で今回の改正では自ら防災・減災対策の計画を策定することが困難な小規模事業者を支援するため、商工会・商工会議所が事業継続力強化支援計画を策定して、それを都道府県知事が認定をするということで、災害発生時だけではなくて、平時から商工会・商工会議所が小規模事業者を支援する体制を強化することにしたわけです。 すでに防災・減災対策に一定の知見があると考えられる商工会・商工会議所が600程度存在することを踏まえて、まずはこの600程度の商工会・商工会議所に支援計画の策定を促していきたいと思います。あの全国2200の商工会・商工会議所全体には、5年程度で支援計画の策定が行き渡るように働きかけていきたいと思います。で一方でで経営指導員の人手不不足足やノウハウハからです、ね、事業者と十分な連携ができ できない可能性もあると認識をしていますので今回の法改正に合わせて地方交付税措置について自治体の商工行政費の単位費用を増額して災害関係業務などに対応するため必要な体制を整備できるよう、まあ、措置を講じたところでありますこういった措置や商工会商工会議所の職員や地方公共団体に対する防災研修の充実などによって小規模事業者の防災減災対策を充実させてまいりたいと考えています 浜口誠君、はい、ぜひあの商工会商工会議所と、まあ、市町村との連携ですねこれがあってやっぱりよりこの事業継続力強化支援というのがですね生きてくるというふうに思っておりますのでぜひそのサポートもお願いしたいと思いますでそんな中でですね都道府県もですね今回のスキームの中で結構絡んでるんですねお手元の資料さえ見ていただくとですねこの事業継続力強化支援のスキームにも 都道府県知事にです、ね、申請して認定すると、これ、都道府県が絡んできていますで、経営発達支援計画のこのスキームをです、ね、都道府県の意見を聞かないといけないと、まあ、こういうです、ねまあ、それぞれ都道府県が関わることによって、どのようなメリット、どのような期待値がです、ね、想定されているのか、都道府県のかかり方についてのです、ねえー、効果、これをです、ね、ご説明いただけますか。那須の部長 お答えします事業継続力強化支援計画については、商工会、商工会議所と市町村が共同で策定して、ご指摘のとおり、都道府県知事が認定するということとしております。これは、市町村の地域を超える好意的な観点も考慮して、防災・減災の取り組みを,をする必要があると考えられることに加えて、 発災後の中小企業の被害情報については一、一旦は都道府県に集約するという必要があることから、都道府県が当該計画を認定して、情報収集の様式やルートを確定するということが必要と考えているためでございます。こうした観点に加えて、今般講じた地方交付税は、地方公共団体の行政運営のための一般財源であって、 その首都は地方公共団体の才能に委ねられるわけですが、地域における支援体制の整備については、まずは都道府県において、地域の行政運営における経営指導員の位置づけということと、それからその政策的な重要性と、こういったことをまあ見いだしていただくことが重要と考えております。 このため、今回、事業継続力強化、事業継続力支援計画において、都道府県が認定する形としたことと合わせて、経営発達支援計画についても、地域の実情に応じた計画の在り方について、地方公共団体の関与を法的に措置したということで、都道府県においても、今回の措置を踏まえて、 商工会、商工会議所の体制整備を積極的に後押ししていただくということを期待しております浜口誠君。はい、ぜひあの、国も地方公共団体もです、ねあの、法律面では協力義務ですけれども、その立ち位置はです、ね、より積極的に関わっていただいてです、ね、中小企業、小規模事業者の BCP 策定。 事業継続力強化に向けてです、ね、しっかりとした役割をです、ね、果たしていただきたいというふうに思っております。で、最後にです、ねあの、事業承継に関して1点だけ大臣にです、ねあの、事業承継補助金というのがありまして、まあ、これ、すごく大事なです、ね、補助金だと思ってます、まあ、事業承継ですとか、あと M&A 等によるです、ねまあ、中小企業、小規模事業者の新しいです、ね、スタートをこうバックアップしていくという意味でもです、ね、非常に意義のある補助金になっているんじゃないかなというふうに思っておりますけれども。 この事業承継補助金をもっともっとです、ね、活用していただくために、まあ、政府としてです、ね、どのような取り組み、働きかけをです、ね、これからやっていこうと考えておられるのか、その点について、最後、お伺いしたいと思います。 この事業承継を行った後のですの、ねえー、事業者への、まあ、新たな挑戦を支援する、これ、非常に重要な取り組みだと思ってまして、平成29年度から、えー、事業承継補助金というのを設けまして、えー、事業承継後に行う設備投資や販路開拓などに対して、えー、最大3分の2の補助率で、まあ、支援を行わせていただいております。えー、昨年度は、まあ、約のの事業者の 事業をを採択をいたたししま,した、えー、まあこれが多いか少ないかということは、ともかくとして、事業承継、これから進めていく上えで、もっとあの利用をしてもらいたいというふうに思ってますので、今年度はですね、昨年度よりも公募開始時期を2週間前倒しをして、事業者が早めに申請をできて、その分、事業実施期間も長く取れるようにいたしました。またた事事業承継補助金ををを活用しし成功事例をです、ね、今年3月に公表をして制度 改善や利用促進に向けた取り組みも強化をしているところであります。 またこれまでどおり、商工会、商工会議所や地域金融機関などの事業承継を支援する支援機関に、この補助金を周知をして、広く事業者に伝わるようにしているところであります。あの今後も引き続き、この事業承継補助金の一層の利用促進を図るため、事業者の声に丁寧に耳を傾けながら、必要に応じて使い勝手の向上も図りながら、また必要な予算もしっかり計上を目指してまいりたいというふうに思います。 ぜひあの、やっぱりこのいう補助金に対してです、ね、期待値も大きいと思いますし、予算面もです、ね、あの厳しい中ではありますけれども、しっかり経産省として予算確保していただいてです、ね、あの頑張る中小企業、小規模事業者をです、ね、引き続き応援していたことをお願い申し上げて、私の質問を終わりますありがとうございました午後1時に再開することとし、休憩いたします。 ただいまから。